鏡はね、随線鏡、前山菜を取った随線鏡に行って、池があるんだけど、その池ね、20年間な泥揚げしてなくて掃除してなかったらしくて、これを掃除しましょうっていうことになって、去年ポンプ買ったのね。でその初めて使ってポンプで泥と水を吸い上げてしまおうっていう、掃除をしましょうっていう日だったんだけど、まあこのポンプ初めて使うんだけども、ガソリン入ってなくて今入れて、でこれからエンジンかけるってとこでね、なかなかかからないんだよねこれが。ちなみにこの池の水はね、前山菜採りで清流のとこ歩いたけれども、そこから水を引いてて、画面右下の青いバケツのところから水が入ってきてて、画面に映ってないけども向かって左側の方で排水してます。で排水するところなんだ、オーバーフロー方式になってて、なんだ、生き物、金魚とか鯉とかが流れ出ないようになってるんで、結構生き物入れてます。そろそろかかるかな。あ、かかったかかった。これなかなかかかんなくてさ、これのエンジンさ、4サイクル式でさ、まあ、要するに車のエンジンと同じでオイル交換するタイプのやつ、あのエンジン、ガソリンとオイルを混ぜるんじゃなくてね。でこれほら、こんだけ水出るのね、バシャバシャバシャって。今回音はないけれども、こういう感じでバシャバシャって出していくの。今まだ綺麗な水なんだけれどもね。でその水吸ってるところ、周りから原始的だけども下をガホガホガホっとかき混ぜて、で泥を回せてそれを吸わせるっていうやり方で排水しました。今回これ結構、これでも効果あるのね。水を完全にせき止めて抜いちゃうって方法もあるんだけども、まあそこまではいいだろうっていうことで、人でもないしやりました。でだんだん人も集まってきて、人でも増えてきて、これをコツ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 少しずつ進みながらやっていきました。で見えてるけれども、画面右上あたりのハスのあるところはやらないで、そのまんまにして、それがないところはずっとやりました。でここが排水口で、蓋なかなか取れなかったの、今取れた、これが蓋取れたのね。そう、蓋取れて、でそこに向かって2人で下から泥をかき上げて流すっていうやり方ね。さっきのポンプですっていう方法と、こうやって手作業でかき上げて流す、この2つの方法でやりました今回。とにかく疲れだねこれはね。重いんだよ、泥がいっぱい溜まってて。葉っぱもいっぱい沈んでるからさ、詰まったりするしさ、ポンプも詰まるから、その都度手でね掃除してまたやり直してっていう感じでやりました。すごい大変でね。この手前の板、これ冬の間ね、なんて言うんだ、金魚とかがよく鳥に食べられたのね。それを守るための逃げ場所として作ってたのね。でこれを、この下がねすごい深くて泥がすごい溜まってるので、これも片付けて掃除しなきゃいけないんだけど、これ次の動画にまた出てくるんだけどさ。そう、これこれこれ。でここに映ってる、乗ってるおじいちゃんが、MOA 自然農法の文化事業団ってところの理事長先生なのね。なんでここにいるんだか俺も知らないんだけど、まあ青森出身だからいるんだけども、この先生についていけば、なんか結構有機農業とか自然農法とかの畑に連れてってくれるし、いろんな偉い先生にも会わせてくれたんで、まあ俺の恩師だよね。大学の時の先生だったんだけども、その付き合いが今でも10年ぐらい続いてんのか。ありがたいよね、人とのつながりって。こうやって分解してさ、外して、で、その廃材を使ってポンプを向こう岸からここまで持ってきて、この深いところ、これをね、かき混ぜて片付けようってやつで、ここ深さが倍ぐらいあるんだよ、他のところに比べて。大変しか言ってないけれども、本当大変。もう座りながらね、ザバザバっとこう泥をかき上げてやりました。なかなかね、この胴長って長い長靴履いて入った人もいるんだけどもさ、これ1個しかないからね、俺やればいいんだろうけども、この人履いちゃったからもう仕方なくて、まあ、サイズもちっちゃくて俺入んないんだけどね。
向こうの方の長い棒であれやってくれと、もっと深いからどんどんガンガンやってくれっていう指示を受けて、今俺が取りに行ってさ、そうそうそう、この棒長くしたこれデッキブラシに廃材の棒をくくりつけてやったやつ、これでやってるのね。この後またアップで見せるけれども、ちょっとこのつついてるところからね、さブクブクって泡が出てるんだけども、これおそらくメタンガス、地球温暖化の原因にもなってるやつ、何年もずっと落ち葉が入ってそれが沈んで降り積もった泥の中、ヘドロの中、ヘドロなんだよ下にあるのが、そこでメタンガスが発生して、これは池の環境に良くないからさ、思い切ってみんなで、昨日だから何人だ、5人か、5人でやりました。ほらこれ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 、このブク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 って出てくるんで、ほら、ね、大きくかき混ぜて空気中の空気を入れてるんじゃなくて、下から発生してるのね。下の泥をかき混ぜるとどんどん出てくるの。だから泥をそのままにしとくといつまでもガス発生するから、少しでも、完全には取れないけれども少しでもきれいにしましょうっていうのは今回の活動で、今回終わった後どうしても濁ってるんだけども、まあこれはまた1週間後ぐらいに行くんで、その時どうなってるかまた様子を取ってみたいなって思っています。で最後しばらく1時間2時間置いた後、これ俺が家で繁殖したメダカねの大きくなったやつらをここに放しました。ヒメダカ、ここでずっと掃除してる間入ってきた綺麗な川の水を入れて水を慣らしてっていうのをやった後に、4時間5時間やった後こうやって放しました。ここで増えてくれればいいなと思っています。まだいるんで、それをまた大きくなったらここに放していこうかなって思っています。